はい、どうも、FF102 続きをやっていきたいと思います。これ何だろう、これ、あ、それ僕の新しい発明、通信スフェアって機械なんだけど、スフェア各地の社会人に設置しないと通信しては役立たずだし、え、そこで終わんのかい、その続きはないのか。あ、でもこれあれだな、多分コメントでいただいたやつだな。なんか各地にこうスフィラをこう設置していく、で、まあ、それをねストーリーする、ま、進める前にやった方がいいですよって言ってくださってて、多分これのことだな。なるほどね。あ、でそう、あとこのシンラ君のこれ魔物のやつ、一応ねどこに見れるんだろう、構えたんですよね、意見会というかいっぱいいっぱい、どこだ、これどこに見れるんだろう、命名かな、あ、これだ、一応捕まえはしたんですよね、こんな感じでまあね、こうこの魔物の中に一人だけダチがいるっていうね、なんかちょっと兄貴もいたんですけど、まあ、一番最初にねチュートリアルで捕まえたんですけど、なんか間違ってこうに逃がすっていうのかな、なんか限界まで捕まえてさらにもう一匹捕まえた時に、まあ、その上限って知らなくて、なんかそのまま適当に連打してたら兄貴逃げちゃいました、はいなんで、まあ、このね、なんか地獄のような場所にねダチが一人でいるという、なんかもう拷問でも受けてるかのような、そういう状況になっていますが、まあ、彼らはねちょっとまあ動画外で、まあ、レベル上げて、まあ、その人生を見れるっていうんで、まあ、その人生だけをね、まあ、ちょっと動画内では紹介できたらなと思います。はい、まあなんで一旦彼らは保留というか、まあもう少し待っててねということで、でまあメインストーリーはね最初も言ったように基本的にこの3名でまあ、行きたいと思います。それじゃあ行きましょう。あ、兄貴の話聞こうか。逃げちゃった。これが逃げちゃった兄貴ですね。野生の兄貴は今こうしてこうリーダーとしてね日々頑張ってるわけです。お助けやカモメ団か激しく盛り上がってますね。何より。SOS はビサイド島とキリカ人、どっちも人員からだ。それに生命同盟の本部からも SOS が届いているな。あー、ちょっとあれか、見ようか順番をね。はい、それじゃあまあビサイド島ですね。なんかサブストーリーもビサイド島にあるっぽいんで、まだメインからになるのかな。まあとりあえずまあビサイド島行きましょう。ね、ビサイド寺院に魔物出現、ビサイド寺院から魔物が出現、青年同盟のベクレムが過激な手段を指導して輪っかと対立してるってよ、ということで行きましょう。何やらお困りのようです。あ、シンラ初めてじゃね、あ、ダチも初めてじゃね、こうやって一緒に行くの。こうスフィア持ってんな、まあ、これチュートリアルというか教えてくれるんだろうな。スイヤの、スイヤ派総合受信の女性中だし。なるほどね。で、ダッチはどこ行ったんだ、ダッチこの中行ったのか。まあまあ、まあいっか。そのままばっかのとこ行きますか。あれ、ばっかいないな。ここがユーナのホームか、いいところじゃないか。え、知り合いとかじゃねえの、お前、なのに、そんなガツガツ入っていったのか。大丈夫か、え、お前。まさか常識ない最悪捕まるで。魔物は寺院の奥から出てくるわ。でも大丈夫、バッカたちが片付けてくれた。幸い怪我人もいないし。ああ、それはよかったね。お助けやカモメ団、出番なしか。逃げた魔物が近くをうろついている可能性もあるの。バッカたちが手分けして調べてる。協力してあげて。カモメ団に任せといてくれ。格安料金で引き受けるぞ。おい、取るな料金、はいはい、彼女からはごめんね。いや、取るんかい。いいのよ。じゃあ見回りお願いね。ユーナの姿を見れば
村のみんなも安心するから。そういうのは仲間といえど容赦はしない。どうもユーナです。お前はいつまでそのポーズしてんだ。じゃあ行きますか。お、何してるの。通信スフィアの設置、いざって時に便利だし。シンラ君の新発明。ふふん。シンラ、転んで泣いてないか。ちょうどいい実験台だし。おお、ユナが映った。ああ、そういう感じで映ってるんだ。監視カメラ的な。この通信スフィアは飛空艇に映像を送ってる。そうなんだ。うわあ、ユナ、マスト、マスト。愚かだし。キモ。ユナ、ユナ、なんかまずいよ。何を迷っているんだ。魔物をまとめて始末できるんだぞ。けどジーンに火つけるなんてやりすぎだろ。それはやばいだろ。他に方法があるのか。放っておいたらどんどん魔物が出てくるかもしれない。あんた自分の家族が魔物に襲われてもいいのか。魔物を片付けりゃいいんだろうが。いや、輪っかはね、火つけられねえよな。てか、なんだろうな、まあ、そう宗教的な、まあ、そういう部分を引いたとしても、この寺院に火つけるのもったいなさすぎでしょ。それはもったいないって、最終手段でしょ、それは本当にもう。てか、お前、誰だっけ。輪っかは、奥で魔物退治だ。ビクレンって誰だっけ。魔物と一緒に燃やしてしまえばいいんだ。いまだにあんなものを拝んで何になる。あれを倒したのはあんたたちだろうに。思い出した、ベクレム、あいつか。助けに行くのが長くは待たないぞ。そんなに燃やしたいんですか。村人の安全のためだ。嘘つけ。市場を挟みまくってたろお前絶対。寺院の魔物を退治せよ。ユーナが修行した寺院の服から、魔物が現れた。早く退治しないとベクレムが火をつけてしまうぞ。もうこいつに火つけるか。こいつなんでここにいるんだっけ。さあさあ輪っかを助けるし、これ大将かしらな感じだろう。こいつ誰だっけ。あんま覚えてねえな、こいつ。まあでもいいか、大して興味もねえし。どこの馬の骨だろうか、どうでもいいや。いや懐かしいね、ここ懐かしい。いや、ここでね、こうユーナと会ったわけですかね。まあここっていうかもっと奥だけど、まあ謎解きとかはさすがに必要ないか。全部解かれている状態だね。大丈夫？ちーと噛みつかれた程度で大したことねえって。脱出しよう、魔物が多すぎる。あの男の言う通り火を使った方がいい。この奥に魔物の親玉がいそうなんだよな。そいつを倒せば焼かなくて済むよね。そうだな。ワッカさんはここ。なんで？無理しちゃダメだよ、お父さん。おい、待てって。あの後ろのキラキラちょっと気になったな。あれ、ああ単なる棒か。本当にいっぱいいるな。あれまあ、あれまあ、嘘だ。やっぱそういう感じなのか。こうやって一体一体倒していく感じなのか。うわー、なんと酷なターンが始まるんでしょうか。召喚獣。
違うの、この子はもう。ワッカ下がって、危ないってば。わあ。ごめん。そうか、あ、間違った。剣技でまずパワーブレイクかけるか。シェルからかけた方がいいかな。MP にダメージ、あ、でもそういうのいいか。 MP にダメージとかは全体上防御、これ104か。104ってことは、あーっと来たね、必殺技。バースショットでいいかな。300でしょ、まあバースショットでいいね。あ、間違った、リュックにやっちゃったよ。リュックじゃなくていいんだよな、リュックは元気があるから。元気あるからって、まあ元気がね、彼女あるんで別に必要ないかな、そういうケアルガ系は。お、マルチバースト覚えた。あー、ちょ、元気しとっか。シューティングパワー、シューティング、ん、シューティングパワー。あれ、これ見たことない技じゃない。鬼強、戦うしてもらってケアルラで回復させる。ちょっと押してる時間があれなんで、まあでも大丈夫かな、シューティングで。じゃあこれだよな、俺が使ってた技は。一旦元気するか。まあでも大丈夫そうだね。結構打ってくるな、シューティングで。だいぶガンガン来るな。あ、 MP 削ってんのか、それ。結構 MP 削ってくるな。じゃあアビリティコンプリートを手に入れた。いや、でも終わったな。いやー、またしても倒してしまったか。私の最初の召喚獣だったんだ。そうなんだよ、うん、私ビサイドで育ってここで召喚士になって、その時初めて君に会って、だからここを守りたくて。言うな。片付けたぞ。そうか、無事で何より。でもないようだな。あんたもじきに父親だろうが、もしものことがあったらどうする気だったんだ。ちょっと、いいって、あいつの言うことだって間違っちゃいねえよ。ワッカさん、思い出を守るために死んじまったら何にもならねえ。すごく大事な思い出でも。思い出は優しいから甘えるな、アルベドがよく言うだろ。そうだけどさ。ユナ、無事か？うん、平気。待ってるよ。
のんきなもんだ。思い出は思い出だよな。もう一遍魔物が出てきたら今度こそ火つけるか。そうだね。でもその前に呼んでほしいな。できるだけのことはしたいし。わかった。いやこの場所でバルファーレで倒すってなかなかだな。わあなんか出てきそうだな。あの面々も。そうか。それは死んじゃったらもう何にもならないけどさ。まあでも時にね思い出がこの今の自分を救うこともありますからね。火を使おうなんて言って悪かった。まあまあまあそれはねいいんだよ。パインくんパインくんでまあそれはいいんだよ。まあ言っちゃえばねあれだけど、パインはねあの村に、まあ、思い入れはないわけだからね。ちょっと冷たい言い方になるけど、あのジーにもね何にもないわけだから、まあ、ある意味冷静な判断を、まあ、あの人もちょっと名前忘れちゃったけどあの人も、まあ、してるっちゃしてる第三者の意見として、まあ、そういう意味ではね悪くないのかもしれない。さてまあどんどん次いきますか。ビサイドそうだよな。これサブ確かサブミッションなんですよね。ちょっとやっとくか。久々にずっとメインやってたし、ビサイド寺院の魔物はひとまず片付いたな。何か起こったらすぐに輪っかが知らせてくれるはずだ。おお練習してる。ちょっとのサボったらめちゃめちゃしごはれるんだ。でこの人さこのどうしてもまたあこの手で顎を出していいやこれ。いやいいですもうあれ。そんな面白くないから。あの人この人このビサイドオーラかの。あでもそうか別にコーチとかそういうわけじゃないのか。別にそういうそっち方面で教えてるわけじゃないよね。ただこう青年同盟としてまあ体を鍛えてるみたいなそういう感じか。いやなんか経験あんのかなと思ったけどそういうわけでは確かなかったよね。さてさてそうここにあった鍵っていくらだっけ。10万とかだっけ。チッス暮らし物。あ、もしかして開いてるんじゃね？ユナ、映ってる。うわ、くしょ。なんだこいつ。兄貴さん。いつもどこでも見てんのか。あれ、ワッカ開いるじゃん。ワッカのことありがとう。いや、いいってことやん。ユナ、世話になりっぱなしだな。俺、この女性立派な父親になれるかな。いやいや、まあね。まあ、よくね、子供が生まれたら一緒にこう成長していって、こう父親になるみたいなことも言いますからね。知らないけどね俺は父親じゃないんで。ユナ、ネジャーガワ。え？だよなんか変なこと言ってない？あれなんかあ魔物まさか神までか読み返ったりしてんだろうな。まあ大丈夫ですそこは多分。これ行けたりすんのかな？あの場所ちょっと行きたいな。あ行ける。じゃあのおじさんに話しかけていこうか。えガンシューティング。あもういいです。流行ってんのかそれ。めっちゃ流行ってんじゃん。あいつもしかして流行らせた。あ、魔物まだ出るんかい。わー、懐かしいね、ここ。
懐かしいですね。いやほんとワンじゃねえ、テンの一番最初思い出すわ。あ、いけるのか、ここ。あ、いけるんだ。あー、なるほどね。え、行ったことあるっけ？ないよな、見たことは。なるほど、ここで言うのはお祈りして、バルファーレとね、こう、まあ、契約っていうのかな。まあ、お友達になったわけですね。で、こうやってね、出てきたわけだ。で、あの名シーンが生まれたわけだ。俺の中での。あの名シーン。いや、いいよな。感動だったな、そこ。わ、この人知ってるみたいな。なんかそういう感じ。あ、ヒロインだ。出てきた、やっと。っていうあの感じね。で、しかもまたあのムービーがね、めっちゃ綺麗だったんだよな。わあ、懐かしいね。いいな。できました。私、召喚士になれました。おお、おめでとうございます。おいっと。あ、開いてないか。頼む。あ、サボる？あーは、まだか。な、てっきり。あれかと思ったけど、そうでもないみたいな。